コザレンジャーと作ろう簡単地口灯籠の作り方。やあみんな、小平グリーンロード明かり祭りを知っているか。毎年8月の第1土曜日の夜に開催されるお祭りなんだぜ。綺麗な灯籠がたくさん並ぶんだよね。明かり祭りに欠かせないのがこの地口灯籠。小平では昔からお祭りの時にこの灯籠を飾るのが伝統なんだ。今日はみんなにこの灯籠の作り方を紹介するぞ。必要なものは和紙、木枠セット、金槌、糊、木工用接着剤、ハサミだ。木枠セットには必要な釘もついているぞ。木枠セットの入手方法はぜひ概要欄をチェックしてくれ。まずは長い木材と中くらいの木材を使って大きな枠を2つ作るぞ。木工用接着剤で仮止めをしてから、木枠に開いている穴を目印にして釘を打つぞ。これを繰り返して2つの枠が完成だ。次に短い木材4本をさっき作った枠の四隅に立てるように打ち付けて、その上にもう一つの枠を乗せるように置く。四隅を釘で固定したら木枠の完成だ。出来上がった木枠に和紙に書いた地口を貼り付けるぞ。地口って何？地口はことわざや有名なセリフを似た音の言葉に置き換えるダジャレのような言葉遊びのことだ。地口に合った絵を描いて、上の方に赤と青の波模様を描いたら、誰かを笑わせる君だけの地口絵が完成だ。こんな地口を考えてみたぜ。赤の対ショート、赤の対ショート、グリーンの必殺技を地口にしたんだね。あーおいしい。地口で負けるな、みんなのために。地域宣伝隊。次は和紙を木枠に貼っていくぞ。地口灯籠の表面となる地口を描いた和紙の四隅をハサミで切り取るぞ。木枠の内側から貼るとかっこよく仕上がるぞ。残りの3枚の和紙は木枠の外から貼るんだ。かっこよくできたな。早く明かり祭りで飾りたいぜ。大切に来年まで取っておいて、毎年紙を貼り替えて使おう。ガイチューン、俺様たちも地口灯籠を800個作って会場を乗っ取ってやるぞ。ブン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 。ワルビー様、そんなに作りきれませんよ。みんなの灯籠を見るのが楽しみだぜ。私も初めてだったけど簡単に作れたよ。みんなも楽しく地口灯籠を作って明かり祭りに参加しよう。